はい、皆さんこんばんは、山亮と申します。さあ今日はね、何をやってこうかというとですね、内内連盟の関するお知らせといいますか、品質検査書をね発行しますよというね、やっとやってまして、この前ね動画を初めて上げさせていただきました。初めてっていうか対外的なものをね、うちのねチャンネルのやつをね見たりしたやつはあったんですけど、対外的なやつを初めてさせてもらってね、住川まみち様ってね、住川まみちチャンネル様って言ってところね、させてもらいましたよというのがあったんですけどね、いざねやっぱね実際にねトライしてみると、やはりいろいろ問題点、改善点がね、出てきました。特にね、MPF 値って言ってね、うちの肝でありますよって言ってね、数値、出す算出方法でね、やりましたよっていうのがあったんですけど、やはりね、いかんせんね、いざ使ってみるとね、まあまあ、やっぱし数値のね、見方が見にくいなというので、対外的な説明にね、使う際にですね、やはりちょっと難点があるなということでね、ちょっとね、早速ね、このあたりをね、変えてみましたよということでございます。で、MPF 値って言って、ファン数ね、いわゆるチャンネル登録者数と、ムービーの数、動画の数を割るんですけど、逆ですね。今までは、一人の動画、視聴者さんに対してどれだけの動画数があるかという、数値の出し方だったんですけど、それが逆で、ファンの数に対してどれぐらいの動画、ファンの数に対して、動画の数に対してどれだけファンがついたかっていう数値になります。で、その今までは数値が低ければ低いほど良かったよってなってたんですけど、逆で今度は数字が高ければ高いほど効率よくファンがついてるよっていう動画をね、一本上げることに効率よくついてますよっていう数値になりますよというような感じで改定をさせてもらうことになりました。で、そうするとね、先に出してさせてもらった、住川様のね、数値が、変わってまいりますので、それを案内するとともにですね、どういった効果があるのかというのもね、ちょっとね、見ていこうじゃないかということでございますね。で、これがね、今画面で出しているのが、前回の動画の時に出していた数値になると思います。で、他のところはね、基本的に一緒のまま一緒なんですけど、この MPF 値っていうところ、これが、ね、今 2.46 ってなってますけど、これが逆で割るようになりますので、そうすると数値がこういうふうに変わりますよということですね。これが数値だけ入れ替えた状態です。FPMP になると 0.40 ということで、ポイント数はこれ変わらないですね。ということになってきます。まあですね、ここのポイント数は一緒で、クラスも一緒、なんですけど、こういうふうに数字が変わりますよ、ということでございますね。でですね、まあこれはね、なるほど、そういうことですね、ということです。また FPMP の、詳細等に関してはね、ぼちぼちと喋、りながらやろうと思いますけどね。で、じゃあね、ちなみに、これが最初に、検査したのが5月8日だったんですね。で、まあ、ちょうどね、2週間近くね、ちょうど、経ったところでね、今ね、どんな感じなのかなっていうのをね、ちょっとね、試しに、データをね、更新してみました。ちなみにするとね、結構ね、いい結果がね、出てたんですね。で、今のね、数字をね、ちょっとね、出してみました。今日ね、ちなみにどんな感じかなと思ったね、登録者数がね、136人ね、増えてらしたんですね。これはすごいじゃないですか。視聴回数もね、前はね、累計が5万1000から6万1000ってことで、ね、なんとこれ一番にね、一番再生もね、伸ばしてると、ということでございますね。で、公開動画数は4本増えてますね、ということでございます。それ、そうするとね、FPM 値がね、だいぶ上がりまして、今まで、2.46 じゃない、0.40 だったのが、0.45 までね、上がってるんですね。ちなみに、ここの数値、あ、そっか、この数値表見せてませんでしたね。これ、もう FPM 値ですけど、こんな感じで、1000を超えると10点。で、500だと8、100だと6、10だと4、3。で、1.0 が、基準値3ぐらいになってきて、で、0.5 を超えると2ポイントという形になりますので、実は 0.40 から 0.45 までポンと上がってきてますんで、これは、1ポイントアップする可能性十分
あるぞということでございますね。これは、いや、ね、うちのところでこの動画公開をしてから、なんか伸びてるじゃないですか。もしかしたら、うちのこのチャンネルのやつ、効果があるかもしれませんよと。ただ、うちのね、チャンネルの再生数がおしなべてこんな感じでございますんでね。うん。うん。うちで効果があったとはとても思えない。もともと実力のあったチャンネルさんがね、たまたま、うちのこのタイミングでね、どんどん、広まってきてるんじゃないかなと、いうのが実情ではございますが。だからね、ここはやはり、ね、アピールプレイということでね、うちのチャンネルでやったのが効果があったんじゃないかと、大々的に、課題広告をしておこうと思います。どうかな、効果があるのかどうかわかりませんけど、まあでもね、こんな感じでいい数字に、ね、なってきてるっていうのはね、嬉しいことでございますね。ちょっとね、また、ちょっと私がね、今週、本当はね、早いうちにね、もう、先週の動画上げた時点で、やっぱりこれちょっと、データ改善しないといけないなと思ったんでね、すぐに作ろうと思ったんですけどね、リアルなね、検査書をね、作ったりとかね、いろんなね、報告書をね、作ったりするね、検査結果の報告書とかをね、リアルなお仕事の方でね、ちょっと、書いたり、しておったりね、しておった兼ね合いでございまして、ございまして。はい。ということでございまして、こっちのね、すいません、やつがね、一週間、伸ばしになってしまってましたもんで、申し訳ないところでございます。ということで、まあ、こんな感じでね、より見やすくしていく感じでね、またね、改善できそうなところがあったら、改善しながらね、うちの、この、品質検査証もね、やっていこうと思いますし、でね、まあ、そんなにね、依頼がね、ね、住川さんもね、いただいてくれたんでね、もう全力でね、こういう、応援させてもらおうと、思いますでね、ところでございますけど、やはりね、まあ、早々ね、こんなね、怪しいね、チャンネル、スターステルチャンネルのことですよ。スターステルチャンネルね、こんな怪しいチャンネルのところに依頼がね、早々来ることもないと思うんで、勝手にね、有名チャンネルのね、数値をね、出してみてですね、勝手に検査書を発行してね、なんなら売名行為、下粉をね、やっていこうかなとも思います。で、これはちょっと余談になってしまうんですけど、またね、ちょっとね、しばらくね、動画がね、県外の撮影ができなかった兼ね合いで、外ロケの動画がここで撮れてないんですよね。で、県内で移動した動画を、今後ちょっと公開していくので、それがね、4つ目の方ですね、サブチャンネルの方でね、公開になってまいりますので、メインチャンネルの方は、少しね、ちょっと中撮りの動画ということで、こんな感じの、勝手にね、有名チャンネルさんをね、勝手にね、検査してみてね、いやー、いい数字が出ましたね、なんてね、ことを言いながらね、検索ワードでね、引っかかってね、伸びないかな、なんていうね、浅はかな、活動をメインチャンネルではしてまいりますので、どっちかというとメインチャンネルでやってたような、外ロケがね、県内ですけどね、企画ものをね、撮影したものは、実は4つ目の方でやっておりますので、またよく買ったらですね、4つ目のチャンネルの方とかもね、概要欄にね、リンクございますのでね、ご登録いただいたら山田さん的には嬉しいかな、なんて思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。もちろんこの動画のね、高評価とかね、コメントとかね、いただきましてもでね、もっとこういう風にした方がいいんじゃねえなってね、改善案とかね、いただきましたらね、ガンガンね、ガゼンね、改善案、検討させてもらいますのでね、ぜひね、アイデアね、いただければと思います。ということで、この動画これくらいでね、締めさせていただきたいと思います。締めたらダメだよね。で、結果的にどういう検査症になったかね、見せないといけませんよね。で、こんな感じね、で、いうことで、これが最新版の、住川様のチャンネルのところになります。ポイント数はね、変わりませんけど、数値ね、やっぱし、これ良くなってきてますんでね、ぜひね、うちとしてもね、どんどんね、押していきたいな、というところでございますね。多分ね、うちよ、もうね、今ね、かろうじて136で、うちが146登録者数なんで、かろうじてうちの方がね、登録者数が多いんでね、偉い顔をしておりますけど、多分、ものの見事に抜かれそうです。ございますんでね。今のうちにね、今のうちにでかい顔をしとこうということでございますね。ということでございます。まあ、これ、こんな感じです。で、この検査書をね、ちょっとすいません。イラスト、ね、PDF、JPEG でね、できたら、JPEG でね、できたらよかったかなと思ったんですけど、すいません。ちょっと私の力不足でですね、できるのか、
できそう？ PDF のね、ドキュメントしかね、どうもね、作れないみたいなもんで、すいません。またちょっと、PDF でデータの方作って、まあ、ちょっと、イラストにできそうだったら、ちょっと変換して作りますもので、そんな感じでよろしくお願いいたしますと。いうことで、これぐらいでね、動画の方、締めさせていただきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。